今日ね、結構あの、不捨てに比べたらね、ジャッジが優しいかもしれない。なんか、いいヘインちゃんも点トあったからめっちゃ高かった点数。めっちゃ高かった点数。いいヘインちゃんの点数。結構、ポイント、うって顔してて。うん、僕もへってなったけど、点、まあ、トあったし、ルーっトっとも大丈夫かなと思ったんです。はい、ちょっと、えー、イヤホンで聞いていきたいと思います。 住吉さんの演技です本当にね美しいもう素晴らしい美しさださあ衣装もとてもいいですね緑のコバルトコバルトグリーンっていうのかななんていうあ四4回転いけあっ惜しい 惜しかった惜しかったもう少しだったのに転倒しましたね。惜しかった、惜しかった。もうほぼ決まったよ。わ悔しい。こっからが大事。こっからが大事。転倒した後からが大事ですね。さあ次何のジャンプトリプルループかなループいけそれ以外を乗り越えれば、 なんか曲がこれは何だろう。いや、住吉さん最高に美しい。スピンのポジション、手足の長さを生かした。いや、これはやばいね。衝撃ですよ。僕にとっては衝撃ですね。うん。スケーティング、美しい。さあ、でもこっから、頑張れフリップかな いけるいけトリプルフリップ、トリプルリプトプルタオ入ったいいじゃないですかまあちょっと回転わかんないけど、まあいいや。トリプルルッツルッツいけよし入っ,入った、入ったないやない今日はやないもう一発決めてくれ おーステップかっこいいねいやすてきですねステップシークエンス曲の捉え方表情の使い方も全部もう素晴らしいですねフィギュアスケートに求められている美しさ存分に発揮してほしいですね発揮してくれてますね うん。お、曲調変わった。こう、ハープの音色でしょうかねこれは。なんだなんだわかんない。なんかこう、すぐりさんが2006、2007年に使ってた、こう、ダブルアクセルトリプルトルじゃない今日いいじゃん <laughs> 今日いいよさあ、サルコーとかで、ね、ミスしないでほしい。サルコーとは回転が足りないことがあるからさ。 トリプルサルコーフリップフリップ行けああうわ頑張れステッピングアウトだサルコーでミスしないでくれ結構ね、サルコーで回転足りないことあるんだよね。行けるよ頑張れあやあまあいいでしょ。ああ。やっぱりか。でもまあ、いいや。このプログラム感動する。助けてー。<laughs> はぁ。素晴らしいね。いや、でも超いい、日いい、日いい。うん。おぉ、コリをシークですかっこいい。コリをシークですかっこいいっすからね、シメルさんの。やばいこれやばい沼、まあ、落ちる <laughs> これやばいよ。<laughs> 最高。<laughs> おお、これやばい。<laughs> お、スミオミさんまずまずじゃん。今日まずまず。やべえ、しびれた。しびれた。すごいしびれた。おー。 めちゃくちゃ感動した <laughs>、うん、うでも4回転トーループ転倒し,して、まあ、そこからが大事で3回転3回転も入ったダブルトアクセルトリプルトも入った、うん、でトリプルループもよくミスするんだけどそこも入った、うん でもトリプルサルコウ、ダブルトウダブルループもまあ、サルコウはちょっとオーバーターンしたけど入った、うん、いいじゃないですかあ4回転トーループあーまあ4回転トーループでもいいよあもう一回やるかトリプルフリップは大丈夫かなトリプルトリプル,トーループなんとか足りてればいいねいやーでもね素敵大好き住吉さん本当大好き おぉ、見事ですね。ダブルアクセル、トリプルトー後半のこれ、ほんとよかったねあ。ちょっと詰まったけど、バイいや。いやー、素敵なプログラムでしたね。今期僕、塩見さん初だから見たの。トリプルサイクオーバーターンー、おぉ、回ったのに、ダブルトーダブルループ。でも、なんとかコンビネーション、ね、オーバーターンしても。いやー、これ、世界選手権ってほしい。やばい。 これもう全日本選手権はもう尻物食いで爆声だな、うん、ダメだこれはいけないいけないやつだうんいや最高ですねグレートスケーティングスキルって言ってますね点数どれかいるかなあ今回はフランスペアが結構優しいあっ66.90じゃんテクニカルエレベンツ6 4四点。64. 3、4。あ、どうかなあ、どっちひーヒちゃん抜くか。プレビュープレビュー、おー !194.34。194. <laughs> とりあえずトップだった。お危ないよ。ちょっと危ないよ。<laughs> あなんでこんな興奮したんだ <laughs> やばい、すべて忘れたもん。はい。あ、大鳥死んだ。 あ素晴らしかった、住吉選手。いや、でも1 9よって、点とあってね、ミスもちょこちょこあって、これだから、うん。はい <laughs>、お見事だったね。はい、ありがとう。一回ちょっと動画を止めていきます。あとで川辺選手の応援をちょっとしていきたいと思います。はい。<laughs> バイバイ。